おめでとうございます。今回はプラス故障と、はい、あと、中村監督特別奨励賞ということで、はい、コメントをぜひ。ありがとうございます。プレーに関しては締め込んでやらないような物語をやりたくて、なんでもう普通じゃない普通で、例えば専業主婦とかマイホームとか結婚とかが普通じゃないけど、それを追いかけて苦しんでる女の子の友達とか見て作りたいなっていうのが作品だったので、それを上映できたのは良かったなと思います。